どうも、キスケです。本日は全リミテッドキャラ最強キャラランキングやっていこうと思います。まあリミテッドの、パーフェクトセルが実装されたことによって、まあ環境もねちょろっと変わったのかなっていう感じはするので、ちょっとやっていこうかなと思います。で、今回は B から Z プラスの5段階評価にしております。で、一応まあ強さ順で並べてはいるけど、まあ個人的なあれなんで、まあ環境で流行ってるからとか、まあその辺もちょっと踏まえてね、パーティーの需要とかね、その辺も踏まえてちょっと、まあ PVP のトータルでちょっと評価してるんで、その辺ご了承ください。ということで早速、B ランク見ていきましょう。こちら、はい、 B ランク2人ですね。2体か、2人って言い方はちょっとおかしいかもしれないんですけど、B ランクベジータブルーとベジットですね。まあこの辺に関しては、古いリミテッドキャラプラス、まあ前回覚醒が来ていないっていう点で、まあこのランク帯にせざるを得なかったっていう、キャラクターかな。ただ2人ともね、その前回覚醒来れば結構前線で戦っていける性能になるんじゃないかなって個人的には思ってて、例えば最近で言うと5点とかさ、第一形態フリーザとかさ、まあ第一形態フリーザは違うか、まあ5点やね、5点とかに関してはその復活ご飯とかさ、めちゃくちゃ強い色かぶりがいて、まあ全然活躍できてないっていうのが現状だとは思うんやけど、例えばベジットとか覚醒すれば、まあ合体選手の紫枠とかはほぼ確定でこいつになると思うし、ベジータブルーの覚醒が来れば、まあベジータ一家未来、そろそろ変身ブラックじゃなくてっていう雰囲気になってきたからさ、この2人が覚醒すれば、まあ5点とは違って結構パーティーの要になってくるんじゃないかなっていう、気はしてますね。まあもしね、それがその直近で合体戦士の紫枠めちゃくちゃ強いキャラクターが実装してベジットが覚醒みたいな順番やったら、残念ながらっていう感じやけど、そうはしないんじゃないかなっていう感じかな。はい、ということで B ランクでした。ではお次 A ランク見ていきましょう。こちら A ランク、 A ランクに関してはまあパーティーの需要であったりとか、そもそもの強さ、環境の流行、まあその辺トータルで考えて、まあこの5体かなっていう感じかな。で、強さ順に一応並べてるんで、はい、左上が一番強くて右下が一番弱いと、いう評価ですね。龍拳悟空、第一形態フリーザ5点、魔人ベジータビルスという形になってるんですけど、まあやっぱね、パーティーの需要的にあまり使われていないキャラクターが結構多いのかなっていう。例えばビルスに関しては神の木で使うと思うんやけど、まあ破壊神トッポであったり、バドス、この2体と比べるとやっぱり型落ちしてきた感がありますよね。で、魔人ベジータに関してはそもそもベジータ一家がそこまで強くないっていうのと、まあサイヤ人パーティーに入れるにしてもやっぱりバカ野郎は超えられないとは思ってるんで、まあこんなもんかなっていう。で、5点は先ほど説明した通り復活ご飯がね、実装したにもかかわらずわりかし早いペースで覚醒したんで、まあ結局復活ご飯は超えられなかったっていう感じかな。はい。で、まあ第一形態フリーザーに関しては、まあパーティーはあるんですよね。フリーザー軍であったりとか悪の系譜であったりとか、まあこいつにしかできない仕事っていうのは各々パーティーにあるんやけど、ちょっとパーティー自体がね、こいつはまあ他のキャラクターとは違って、パーティーはあるんやけど主戦力で戦っていけるんやけど、まあ、そのパーティー自体があんまり強くないっていう理由で、まあ A ランクのこの辺りですね。はい。で、龍拳悟空に関しても別に弱くはないと思います。
かといって強いのかって聞かれると別にそこまで怖さもないし、救出あるぐらいっていう印象がやっぱり強い。で、何のパーティーに入るんだって考えるとやっぱり GT パーティー、サイヤ人パーティー、この2択ぐらいになってくると思うんですよね。孫一族もあるかって考えると、まあ孫一族は石腕ご飯いるし、サイヤ人パーティーはナンバーワンベジータいるし、GT パーティーはスーパーウーブがいるし、っていうことを考えると、まあ A の一番上ぐらいには来るんじゃないかなっていう感じかな。まあ、強いのは知ってるんやけどね。まあトータルでリミテッドキャラっていうのが25体いるんですよね。でやっぱり上位陣がちょっと強すぎて、まあ、相対的に見て下の方に来ちゃってるなっていうだけで、まあ、全キャラクターを含めると結構上位にいるキャラクターがほとんどなんで、まあ、その辺はちょっとご了承ください。好きなキャラクターが下の方にいるからって卑屈にならないように完全個人的な意見なのでね、はい。まあ、その辺踏まえてコメント欄でちょっと、まあ、討論みたいな自分の意見を言っていただけると個人的にも勉強になるんでお願いします。ということで A ランクでした。ではお次 S ランク見ていきましょう。こちら、はい、 S ランク、ブロリー、フルフリー、ベジットブルー、ミカッテっていう形かな。個人的にはまあ環境のパーティー、流行ってるパーティーとかを考えると、まあでも S ランクって強いのでねS ランクっていうのはもうだいぶ強い部類に入ってるし、まあ、全体のキャラランキングとかで見ると ZZ+ ぐらいにはいるキャラクターたちなんで、まあ、S だからといってあちょっと下の方やなとは思わなくていいと思うけど、まあなぜこの4体なのかって考えると、まあ一番顕著に理由が出てるのがやっぱりフルフリ。こいつ自身はめちゃくちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強いんやけど、入るパーティーっていうのが悪の系譜と強大な敵パーティーぐらいなんですよね。って考えると、まあやっぱりパーティーのパワー的にも S ランクぐらいが妥当なのかなっていう。でまあ流行具合とかも考えてねっていう感じかな。こいつ自身はめちゃくちゃ強いんですよね。 Z ぐらいはあってもいいんじゃないかなとは思うんやけど、まあパーティーとか考えると PVP でって考えると、まあ、やっぱり S ランクぐらいが妥当なのかなっていう。でリミテッドのブロリー、まあ僕のコミュニティには結構リミテッドのブロリーの評価が高い人が結構いるんやけど、まあ個人的には、まあ、対面したくないし結構怖いキャラクターではあるっていう印象はあるんやけど、まあこいつ自身もちょっとパーティーがね代わりのいるキャラクターたちだらけで、結局こいつを採用しても使わないっていう場面が多いんじゃないかなと思ってて、例えばまあ一番代表的なパーティーがスーパーサイジンパーティーですよね。スーパーサイジンパーティーの青枠ってもうそもそもバーダックがいるし、で他の色は石腕ご飯とか復活ご飯で赤枠のスーパーゴジータとか、そっち方面を出して、まあ、3色あたりで戦っていくのが結構やっぱり強いんじゃないかなって個人的には思ってるんですよね。ただまあ来ると厄介よねまあだから S ランクの一番上には置いといたっていう形かな。はい。でベジットブルーと身勝手に関してはまあ実装された時期もそろそろもう1年ぐらい経つしねって考えると、まあやっぱり性能面で言うと若干型落ちしてきたのかなっていう。ただそれでもやっぱり刺さる場面っていうのが今の環境でもあるんですよね。例えばベジットブルーとかに関しては今の環境で流行ってる石腕ご飯とかに対してね安定してコンボ取れるっていうのもだいぶ強みやし、身勝手に関してもね、まあ髪の毛パーティーとかで使うなら、復活ブルー悟空の待機カウントを稼ぐために、まあ、しっかりとユニークゲージを駆使して戦っていけるっていう、まあその辺も強いとは思うやけど、なんか刺さる場面があるからといってなんか無理して選出はしないキャラクターたちなのかなっていう、環境に刺さってるから S ランクにいるよっていう印象が個人的にはあるんで、まあこんなもんなんじゃないかなって思います。はい。じゃあ S ランクはこの4体でしたと。じゃあお次 Z ランク
見ていきましょう。こちら、はい、 Z ランク、まあ、これも一応ね強さ順に並べてます。左上が一番強くて右下が一番弱いと、まあ、それでも Z ランクっていうくくりは相当強いキャラクターたちが揃ってるんで、まあ、その辺はご安心くださいと、うん、いう感じですね。親子、またな、バカ野郎、新しく追加されたリミテッドのセル、キラベジ、魔人ブー、ピッコロ、カマロゼ、オーザルベジータ、ゴジータブルー、ゴジータ4という形になってます。はい、まあ、下の方からいきますか。ゴジータ4に関しては、まあ、若干悩んだんですよね。 S ランクにおいてもいいんじゃないかなって個人的には思ってて、ただそのパーティーの重要性とかさ、例えば合体戦士の緑ってもうこいつで確定やん。で GT パーティーの緑枠もこいつで確定でしょ。でパーティーのそういう需要を考えると、うん、まあ Z ランクぐらいでもいいのかなっていう、うん、代わりがいないし、で持ってる性能もまあなんか弱い弱い言われてるけど、それって3周年の大目玉キャラクターにしては弱いっていう部類で、普通に強いと思ってるんでね、うん、普通に強いとは思ってるんで、まあ、パーティーの重要性とか、持ってる性能とか考えると、まあ、Z のそれでも一番下ぐらいには来るんじゃないかなって個人的には思いますね。まあその新しくねユニフラが追加されるっていう情報が出たので、まあそのユニフラ次第ではもうちょい上がってくるのかなっていう感じかな。でゴジータブルー、ゴジータブルーに関しても劇場版パーティーの黄色枠であったりとか、髪の毛の黄色枠、合体戦士の黄色枠、まあその辺刺されば強いのかなっていう感じかな。ただまあいなくてもいいんじゃねとは思う。まあ最近その劇場版パーティーを使うことがよくあるんですけど、まあ劇場版パーティーの黄色枠僕入れてないんですよね。ゴジータブルーが4凸だから、まあ、4凸で使ってるからっていうのも絶対あるとは思うけど、うん、って考えると、まあ、別に黄色を無理して選出したいなっていう場面が非常に少なくて、結局なんか3色別の色で戦っても強いみたいな形がよくあるので、なんかうん、まあ強いんやけど個人的にはそこまで重要性はないんじゃねと思ってるので、個人的にね、まあ、だから Z ランクの一番下ら辺にいるっていう感じですね。はい、でオーザルベジータに関しても、まあ強いんですよね。強いんやけど、なんか、あっと驚く能力が特にないというか、うん。こいつに関しても、まあゴジータ4と同じで、そのサイヤ人の赤枠はもうこいつでほぼ確定でしょ？で、範囲特殊あるでしょ？で、不死身持ってるでしょ？なので、まあ Z ランクにいるっていう感じで、他にもし強いサイヤ人の赤色が登場すれば、なんかすぐ型落ちしそうな感じしません？俺だけかな？なんかそんな感じがするんで、まあそれでも Z ランクなんですけどね。それでも Z ランクなんけど、まあ若干下の方にいるっていう形かな。はい。で、カマロゼ。カマロゼはね、やっぱり不死身無効でそのままライジング通せるっていうのもめちゃくちゃ強いと思うし、極出血も厄介ですよね。うん、とりあえず適当に異国出血序盤ばらまいて必殺技で控えダメージ与えて、なんか知らん間にほぼ死にかけみたいなことがよくあるんで、まあ、カマロゼは、まあ、未来の紫枠ではほぼ確定なのかなっていう、うん、感じかな。やっぱり強いよね。特殊でかぶせてそのまま必殺とか打撃につなげるって考えると、なかなか厄介なキャラクターだと思います。で、ピッコロ。まあ、ピッコロと魔人ブーに関しては、まあ、サイヤ人再生か、再生パーティーの絶対的エースみたいな形やし、ピッコロに関しては特殊ハーズで時止めながら必殺ハーズを当てることもできるっていう。で、変身後のお手札破棄、変身前のバニシング回復、なかなかね、今の環境では厄介。結構攻めづらいキャラクターにはなってるかな。うん。プラス結構硬いよね、こいつ。まあ、防御タイプやから当たり前っちゃ当たり前なんやけど、にしては後半めちゃくちゃ火力高いし、必殺アーツの火力なんてやばいよね。で、不死身向こうもしっかり必殺アーツについてるんで、まあ
めちゃくちゃ強いキャラクターだと思います。でこの魔人ブーに関してもやっぱり時止めバニシング回復速度で純粋に火力が高い、試合開始から、はい、試合用意スタートっていうタイミングからも湯だめ 90% ぐらい上がってるんで、そう考えるとおかしいよね。はい。で次キラベジ、キラベジは個人的にめちゃくちゃ評価が高くて、まあ、火力出しすぎっていうのもあるし、射撃カバチェンから振り属性無効の必殺アーツっていう動きも、まあ、今の環境めちゃくちゃ強いんで、まあこんぐらいなんじゃねっていう。でたまらず相手が交代してきたらそのままアーツ打ち込んでいけるっていう強みもあるんで、まあ相当強いと思います。で結構使いやすい特殊アーツで、4打目のカウントも長いんでね、30カウントぐらいあったよね確か。まあこんなもんなんじゃないかなって思いますね。で新しく追加されたリミテッドのセル、うん、まあこいつに関しては重要度がすごいよね。再生パーティーの紫もこいつになったし、人造人間の紫は、まあ、待望の紫来たっていう感じやし、強大な敵枠の紫も、まあ、こいつで全然大丈夫やし、で何よりヨダメのノリが凄まじいというか、ユニークゲージでめっちゃ乗るよねヨダメで、バトル開始でヨダメ乗るし、で今の環境に刺さる能力っていうのが結構美味しいよね。根血とかに特攻持ってるんで、なかなか厄介なキャラクターだとは思いますね。個人的にね、その特殊アーツのバニッシング回復もめちゃくちゃ強いんですよ。で必殺アーツも射撃アーマー、究極アーツも射撃アーマー、特殊アーツも射撃アーマーで、わりかし時止めしてそのまま突っ込んでいけるっていう性能はしてるんで、なかなか厄介なんじゃないかなって思いますね。で射撃カバちゃんも持ってるし、めちゃくちゃ強いキャラクターだと思います。で上3体説明いらないでしょ上3体です。孫たちです、孫たち。はい、こいつらはずっと強いね。まあ覚醒キャラクターが実装して、かつリミテッドの覚醒っていうのがまだ珍しかった時代にお手軽に覚醒したキャラクター、バカ野郎とマタナがいるんで、バカ野郎と親子ですね。マタナは、まあ、若干その微妙なんじゃねって最初思われとったけど、結局ステータスのご利用しと救出と射撃カウンターとかもう強いところしかなくて、めちゃくちゃ評価が爆上がりしたキャラクターだとは思うんですけど、結局この3体強いんだよなやばいよね。 Z のトップ3が全部損って考えると相当やばさがわかると思います。ということで Z ランクでした。じゃあお次、最上位ランク Z プラス見ていきましょう。こちら、はい、3体になります。復活ご飯、阪神崩壊ザマス、石腕ご飯と、まあ個人的に今の環境マジで試合を壊せるキャラクターは何かって考えると、まあこの3体なんじゃないかなって思ってます。まあだから Z プラスっていう枠をわざわざ作って、まあこの3体を採用したんやけど、まあ強さ順ね、これが上から下にかけてっていう感じなんやけど、石腕ご飯に関してはマジでねやばいよねその正直さ、石腕ご飯がいるから未来パーティー強いみたいなところない？絶対あるよね。射撃アーマーじゃないわ、射撃カバちゃんに関してはメリットがあるくせに、外してもさらにメリットがあるっていう、手札2枚吐きでコンボカットできるでしょ。で振り属性向こうもついてるでしょ、泥足ついてるでしょ、使いやすい特殊で時止めれるでしょ、でアーツの封印もあるでしょ、不死身でしょ、マジでやばいと思うんだよな、最強ですで阪神崩壊ザマスもやっぱり試合を壊す力っていうのがめちゃくちゃ強くて、自分が阪神崩壊ザマスが相手を倒しただけで、それだけでメリット得れるでしょ、手札破棄とかで、自分自身が倒されると、落ち葉があるでしょ、
で、究極アースで気力減少とか、めちゃくちゃ使いやすい範囲特殊か、範囲特殊とか、とりあえず火力に全振りした、まあ、めちゃくちゃ強いキャラクターだと思います。で、復活ご飯。復活ご飯に関しても、まあ、散々言ってきたんで、特に言うことはないかなっていう感じはするんやけど、まあ、変身前も強いし、変身後も強い。って考えると、まあ、わかるのかなっていう。トロ速もついてるし、味方の体力回復もあるし、範囲特殊もあるし、弱いとこないよね。で、強いパーティーに採用できるっていう点も、まあ、めちゃくちゃメリットがでかいんで、まあ、この3体はちょっと別格かなって感じますね。はい。ということで、いかがだったでしょうか。総勢リミテッドキャラ25体紹介し終わったんですけど、個人的には、まあ、そこそこ満足のいくランキング動画にはなったのかなって感じます。まあ、皆さんの意見をコメント欄に書いていただけるとありがたいかなって思います。よければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、よき、ドラゴンボールライフを、バイバイ。